中山競馬場第9レース板子特別4歳以上二章クラスのハンデ戦芝2 5 0 0ル1回り11頭です春一番の頼りもあった今週の関東地方ですが今日はほとんど風がありません中山穏やかな午後を迎えています 頭ゲートの中に揃いますかか離れてスタートしましたままたずは10番のブローザフォーンコースタートですがダッシュをつけて7番のウィンチェレステ今日は初手から先頭に立ちますこれを追っていくのは10番のブローザフォーンインコースから3番サンセットクラウド高位のインコースさらには9番のポレンティアさらに間に4番のエンドロール1周目の34コーナー中間。 中段に5番の雪面のトビウオあとは1番の栗のキングボス2番、シャインユニバース外で並ぼうと8番のナックイルシーブ後ろから3番手3馬身後ろ6番のシュブリームと11番ワープスピード1周目の正面スタンド前です7番のウィンチェレステが逃げましたリード3馬身から4馬身後続を離した逃げに持ち込んでいます2番手集団4頭前に10番のブローザホーン外から9番のポレンティアインコースから3番サンセットクラウド間に4番エンドロール 前との距離がここでぐっと詰まっていって先頭と2番手の間が2馬身ほどになって1コーナーカーブへと入っていきます 1000m を通過61秒くらいのペース7番のウィンチェレステリードを1馬身半2馬身ほどにしています2番手に10番のブローザホーン3番手並んで外に9番ポレンティアインコースから3番サンセットクラウド先頭までまた4馬身ぐらいになりました 1馬審査5番手4番のエンドロール中段に5番,番の雪面のトビウオ内に1番のクリノキングボス内回りコースの向こう上面です2馬ン後ろ2番のシャインユニバース後ろから3番手8番ナックイルシーブさらには6番のシュブリームその後一1頭離れて単独の最後方11番のワープスピードです向こう上面の後半3コーナーへと向かっていきます逃げる7番ウィンチェレステリード3馬審外から後方にいた6番のシュブリームが一気に動いて2番手 先頭に接近3コーナーナ回っていきます7番のウィンチェレステ、外から6番のシュブリーム、2頭の先陣争い、間に10番ブローザホーン、3頭固まって600を通過、4番手、3番のサンセットクラウド、ジョッキーを流しながらの追走で先頭まで2馬身の圏内、あとは4番のエンドロール、外から5番、節分のトビウオ、間からは9番のポレンティア、400を切って第4コーナーカーブ、これから直線コースの攻防です。先頭10番ブローーザホーン 内から番番ののウウィンチレスで外に持ち出して3番のサンセットクラウドブローザホーンが一旦抜けてたんですがサンセットクラウドが追ってくるさらには4番のエンドロール外から5番、雪面の飛びを11番のワープスピード先頭は10番のブローザホーン突き放したリードは3馬身2番手は3番サンセットクラウド内に潜り込んで4番エンドロール2番,2番手に上がった3番サンセットクラウド3番手10番ブローザホーンゴール2着4番エンドロール3着3番のサンセットクラウドでした勝ったのは10番のブローザホーン菅原晃騎手 動きのあったレースを好意の一角で立ち回って直線抜けれました2着は4番エンドロール長野武蔵美穂若手のワンツー3番サンセットクラウドは3着時計2分31秒後、ゴールまでの 800m47 秒 3600m は35秒6でした中山特別1番手9レースいた子特別ハンデ戦が終わりました 負担重量5 5キロ、4歳後は10番ブローザホーン昇級2戦目年末に勝った1勝クラスと同じ中山 2500m で勝利を収めています1着10番ブローザホーン2着4番エンドロール3着3番サンセットクラウド4着11番ワープスピード5着2番のシャインユニバース確定までお待ちください